油圧駆動装置から配管と制御弁がなくなりました。油圧サーボコントロールシステムにより高性能制御を実現し、生産性が大幅に向上。これまでの常識を変えた次世代型油圧駆動装置、ハイブリッドアクチュエーターハイサーパック。ハイサーパックは高性能制御により生産性が 50% 向上、エネルギー利用効率 90% 以上を達成し、仕事量に見合った電力消費でランニングコスト激減。油圧減装置も配管も制御弁もないので油圧工事一切不要。エネルギー効率が高いため油温の上昇がなく、オイルクーラー不要。ハイサーパックは大幅な生産性向上と快適な環境を実現したハイブリッドアクチュエーターです。従来の油圧駆動装置は油漏れの原因となる複雑な配管と多くの制御弁を使用した古典的な機械制御が主流です。シリンダロッドが停止している時でも電動機とポンプは回転を続け、エネルギーのロス分がタンク内の作動油の温度を上昇させます。作動油を冷却するのにオイルクーラーなどが必要であり、およそ 90% のエネルギーはここで捨てられ、エネルギー効率は 10% 程度が現状です。ハイサーパックは従来方式の数々の欠点を改良し、施工を簡単にしたユニット式ハイブリッドアクチュエーターです。超コンパクトな油圧制御装置ハイサーパックは、2方向突出の油圧ポンプを正逆回転させることで、方向制御弁なしでもシリンダロッドの押し引きを制御することができます。油圧ポンプが停止しているときはシリンダロッドも動きません。ポンプの回転速度を速くしていくと、ロッドの速度もそれに比例して速くなり、流量制御弁もいらなくなりました。油圧ポンプに直結されたサーボモーターのトルクを制御すると、トルクに比例した油圧が発生するので圧力制御弁も不要になりました。サーボモーターが停止しているときはポンプもシリンダロッドも動いていないので、エネルギー消費はゼロで振動、騒音も発生しません。ハイサーパックは複雑な配管や制御弁を追放したため、油漏れがなくなると同時に故障も少なく、消費電力が極めて少ない超高効率ユニットです。ハイサーパックを導入し、生産性とエネルギー効率の向上および不良率の低減を達成した例をご紹介しましょう。こちらは生産性が 50% 増加し、不良率が激減、検査工程が省略されました。さらに年間電力料金が500万円から9万円に激減した使用例です。こちらの使用例はオイルミストの飛散がなく、クリーンルーム内に設置することが可能になりました。コンパクト化とロッドの停止精度プラスマイナス 0.03 ミリ以内を実現、仕上がり寸法のばらつきが激減し、二次加工が不要となりました。さらに消費電力が10分の1以下に減少しました。省エネの導入例として、ハイドロフォーム成形機も消費電力を10分の1以下に減少させました。悪化精度を1トンにつき数十キロに保つことを可能とし、制御システムの性能向上に貢献しているケースや、システムの重量を10分の1以下にしてしまった使用例もあります。またハイサーパックは作動油の総量が激減し、6キロリットル以下になるため、危険物の指定数量以下となり、消防法の適用を受けません。その他、地雷探知除去車両、船舶操舵装置、船舶減用装置、多軸ジャッキ、重量物運搬車など多方面の産業機械装置に採用され、威力を発揮しています。